ファミコンウォーズが出るぞ、ファミコンウォーズが出るぞ。こいつはどえらいシミュレーション、こいつはどえらいシミュレーション。のめり込める、のめり込める、のめり込める、のめり込める。母ちゃんたちには内緒だぞ、母ちゃんたちには内緒だぞ。のめり込むシミュレーションゲーム、ファミコンウォーズ。ファミコンウォーズが出るぞ。はい、あ、はいはいはい、わかりました。はい、じゃあ、そういうことで。はい、どうも。はいはい、はい。お、それじゃあ、お先に。最近帰りが早いね、課長。戦争やってんだって。戦争？そう、それも毎晩遅くまで。戦争で？好きよね、課長も戦争。戦争ね。課長！田中君！課長、自分もお供させてください。田中君、何度言えば分かってくれるんだ。君のような若者が貴重な時間を無駄にしちゃいかん。ここは私に任せて、君は帰りなさい。課長！こんな面白いゲーム、他のやつにやらしてたまるもんか。え？全国1億8300万ファミコンファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。あのエンターテインメントの王様、任天堂がまたまたやってくれました。そう、本格的戦争シミュレーションゲームをついにファミコンに仕立て上げたのです。名付けて任天堂ファミリーコンピュータファミコンウォーズ。さあ、今夜も死ぬまでやってみるか。あなた、お母さん寝たんじゃないんですか。今夜も一人で戦争なの？もうやめてください。昨日も一昨日の晩も寝てないんですよ、あなた。いくら面白いからって、ものには限度がありますよ。いいんだ母さん、私はやらねばならないんだ、やりたいんだ。いえ、いけません。あなたが戦に倒れるくらいなら私が代わって戦場に行きます。さあ、コントローラー渡しなさい。母さん、昼間思いっきりやってる。静かしな。なんと麗しい夫婦愛。ここにもファミコンウォーズの魅力に取りつかれた人たちの感動のドラマがありました。あ、さて、それでは早速かいつまんでファミコンウォーズのゲーム進行の手順をご説明いたしましょう。まず再戦か回戦かを選びます。再戦はセーブしたところから、回戦はゲームの始めからプレイできます。では回戦でスタートしてみましょう。設定画面です。ここで対戦相手、ゲーム中の BGM、 コンピューターの強さなどをセレクトします。次にこのマップ面で戦場を選びます。空豆島、たまたま島、ノア火山島など15の戦場から好きなところを選んでください。今夜はたまたま島で戦ってみるか。お父さんはたまたま島を戦場に選びました。対戦相手は IQ200 のコンピューター。 BGM は A タイプを選んでいます。プレイするあなたは自軍の将軍です。戦場の地理的条件などを考えながら部隊を生産していかなければなりません。部隊は大きく分けて3種類あります。工場で生産できる地上部隊の歩兵、戦闘工兵、戦車、装甲輸送車、自走砲、対空ミサイル、高射砲、補給車。空港で生産できる航空部隊の戦闘機、爆撃機、輸送ヘリコプター。港で生産できる海上部隊の
戦艦、揚陸艦。部隊を清算したら敵の動き、地形などを考えて移動させていきます。部隊はそれぞれ行動能力に違いがあるので、各部隊の性格を十分把握して移動させてください。戦いには軍事費が必要です。軍事費が不足すると部隊の編成、移動、攻撃も思うようになりません。軍事費は自分の国以外にも都市、港、空港など占領した場所からも確保ができます。戦いを進めていく上で占領は重要な軍事行動です。さあ、戦況が緊迫した状態になり、敵国の部隊が攻撃の射程圏内に入ってきました。攻撃方法は、隣り合った敵を攻撃する直接攻撃と、距離を置いて攻める間接攻撃があり、それぞれ部隊の持つ射程距離によって分かれています。あなた、母さん、さあもう一息よ、頑張って。よし。敵の攻撃が激しくなってまいりました。私も手に汗握って興奮しております。頑張れ父さん、それ受け父さん、負けるな父さん、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 ありがとう、ありがとうございます。あら、よそ見しちゃダメでした。やったThank you.